駅、バス停の表示、小学生の集団が横断歩道を渡っている。怪げんそうな運転手。十蔵と時恵、縁側に座っている。今回のガイド、今のままなら邪魔なだけです。そんな言い方。結構知られた写真家だったのよ。本人はあんまり言いたがらないんだけどね。ラストシーン、結局何も言わないんだ。逃げるんだ。もうやめなって。心臓なんだよ、動かせなくなっても俺の心臓なんだ。一番大切なものを捨てなきゃいけないの。ラストシーンだけもう少し時間もらってもいいですか？時々聞こえてた、尾崎さんの心がきしむ音。光。待って。大丈夫だから。だからそこで待ってて。